ね、昨日夕方いなかったもんね、夕方ってお昼ぐらい。もうあそこまで上がるんだもんな。すごいよな、生まれたばっかりで上がってんだよ。生まれてもう生まれて全部が帰るまで、あのこれ抱かないから、いっぺんに全部出したくなる。バッキーもよ、カラスだから、なんか落ちてるんだよ、鳴き声も、子供に。こうやって鳴き声が集まるんだよ、ってよ。いろいろ言葉を教えてて。何が一番だよ、な、そこに。ほら、あそこ一番だよ、一番、あの、あそこが上なんだよ。だから、そこに見えないんだよな。あれもいいで、一応それ、ちょっと見えねえだろ。それ、一番でも、たまりかな。だから見たけど見えねえもんな。何ぐらいなんだろう、ね、上がったら上がりたかったか。力あるんだな。これもあれかな、一番先に帰ったやつと感じついてんだからね。よく学ぶと分かる。それが多分あるんだよ。鯉は食べないんですかね。鯉に食べられるのではないんですか。そういうのはないと思う。カラス、あとカラスだ。カラスだよ。これ今、子供も親の育て方だよ。離れないように外するけどさ、離れたらダメだよ。なんか後押ししてるんだよ。僕、スキルがやってるよ。簡単ながらダメだよ。親が降りないとダメだね。まとまりがいいじゃん。今すぐ珍しいね。やっぱり風間って可愛いな。風間と絡まってるね。あれで若者の子はちったらこっちったらすんだよね。もうちょっと意外に使ったね。今週の終わり頃はもう離れてね。
残念ながらマスクね。